はい、それ分多少赤字になった部分を国庫保の対象ではなくて、やはり基本的にはそこに皆さん移りたくて移るんじゃなくて、やむを得ない上で移るわけですから、この市場価格というのはあまりそういう無体な金額ではなくてですね、やっぱりその再建できるそういう市場価格に設定するということを自治体に認めていただいて、そしてその分については今回の補助対象でしっかり、積み上げていただくということを改めてお願いをしたいと思っております。さて、この災害公営住宅の整備、今後これがたくさんまとめるわけですが、この災害公営住宅、ここに入れる方の要件、これが通常の公営住宅ですと収入要件というのがあります。ですが今回のこの、被災の場合、たとえですね、年収500万とか600万もらっている方でも、家が流されて、そしてすぐに住む家を買えなくて今仮設住宅にいる、この方がたまたま、災害防災住宅にこう建ててそこに住めるようになったけど、いやその収入では入れません、相変わらず仮設住宅にいてください、こういうことは私はおかしいと思うんですね。ですからこの収入要件については、家が流されてない方ですから、あまり細かく言わずに、まず今仮設住宅に入っている方であれば、希望すればまずこの防災住宅に公営住宅に入れる、そういう収入要件についての撤廃をお願いしたいと思いますが。前田国土交通大臣。本質的には住宅を失った被災者の方々の居住の安定確保を図るということが一番重要な課題でありますから、委員ご指摘のように、通常公営住宅への入居の条件として収入一定水準以上だとか、同居する親族がいるだとか、住宅に困窮しているだとか、いろいろあります。しかし、被災市街地復興特別措置法の今回の規定に基づきますとですね、災害発生から3年を経過するまでの間は、住宅を失った者については収入等にかかわらず公営住宅に入居することが可能ですし、さらにこの復興特区法案、復興特別区域法案、復特法案によりますと、この期間を3年から復興住宅が用意されるまで延長する特別措置を盛り込んでおります。そしてまた住宅を失った被災者には入居後一定間は収入に関わらず入居を継続することが可能であるということで、現実の知恵を出しております。委員長、再度、確認しますが、災害復興住宅には、年収要件なくても今回家が流されて仮設住宅に住んでいる方では入れるというふうに確認をさせていただきました。さて、これからこの、災害公営住宅を作るときの案としてよく地元で言われているのは、全く高台の人跡離れたところに作るんではなくて、できるだけ、今回、例えば被災地でも津波はこの津波でも1メートルぐらいしか来ないような地域、こういうところに、やはり市街地を作って新たにここに、この公営住宅を作りたいという声があります。その時の案として、例えば同じような津波が来ても、せいぜい床下床上浸水ぐらいの場所であれば1階はお店にして、これ商店も全てなわけですからお店にして、2階を例えば事務所とかにして、あるいは集会場にして3階以上に人が住むという形で、7、8階建てぐらいの防災住宅を作れば、同じ津波が来ても真夜中に来ても皆さん全然身体には問題ないし家財にも影響ない、こういう案が出てるんです。ところが、今回の補助要件を見ますと、あくまでも居住部分、住むところについては補助金が出て対象になるけれども、商業の場所についてはダメだという視点になっています。ぜひですね、1階は私どもやはりそこに例えばお店まで作ってくるとは言いません。でも1階のガランドなところ、2階の事務所に使えるところ、ここも含めて、ここは人は住むところじゃないけど、後でテナントを入れるところだけど、ここも含めてやっぱり補助対象にしてくれということじゃないと、3階建て以上の空中のなんかそういう住宅じゃないもんですから、ぜひこの要件についても緩和していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。前田国土交通大臣。平野復興担当からもお答えいただけると思いますが、要はこのこの復興のまちづくりについてですね、冒頭申し上げたように、この法律が成立した暁にはきっちりとその運用の方針であったり、そういったものをマニュアル化して、分かりやすく現地に伝えますと同時に、もうすでに派遣もしているんですが、まちづくりの専門家も送り込みます。
UR の専門家なんかも課税を頼んで、送り込みます、まあ、そういうところでですね、実際に相談に乗りながら運用していただければ、要は委員が心配されるように、地元の方々が本当に安心してこの新しいまちづくりができるようにするのが寛容でございますから、その辺については柔軟に、対応をしていくつもりでございます。平野国務大臣。補足をさせていただきますと、委員のご指摘はいわゆる商店街の整備と住宅の整備を一体的にやりたいという、まあ、そういう制度設計の設計をしたいといったところにどういう対応するかということのご質問だったと思います。基本的には費用荒けをする、あるいは下の部分については地元商店会が例えばグループ補助金を受けて整備をして、上の部分については災害公営住宅事業で住居部分を整備するといういわゆる、まあ合築方式みたいないろんなやり方があると思います。で、問題は災害公営住宅の部分について補助制度がしっかりあります。商店街の部分についてもですね、先ほど言いましたグループ補助金に等々がございまして、これを活用して補助金が受けられるという形になると思います。ただ実際にどういう形で、その商店街とその住居区域がですね設計されるかによって、その費用負担の歩きの仕方等々も若干変わってくるということも想定されますので、それは個々の地区のその設計に基づいて、国交省なり復興本部との中で協議の中で、考えていきたいというふうに思います。せっかく復興庁という一つの役所で行くわけですから、お願いしたいのは一つ その災害復興住宅で、1階はそのグループ補助金で作って、2階は別のやつで、3階は公営住宅でっていう、この際そういう複雑なことなしにして、一つをセットできちっと作っていただいて、後の運用をうまくやっていただきたいと、多分一番お分かりだと思いますので、ご期待を申し上げます。さて今回土地がないもんですから、どうしても農地の部分について転用等をお願いすることになると思います。この農地利用について、ぜひ市町村が独自で決められるような特区にしていただきたい。そしてよくあるのは、ここは前、農地の整備というのは補助金でやりましたと。ですから農地以外に農地転用する場合には補助金の返還をしてくれ、こう言われる場合もあります。せっかく今回この事業で、そちらに市街地を作ろうと思っても、今度逆に農水省から、この市町村が補助金の返還を求められるみたいな、そういう変なことがないようにしっかり整備していただきたいと思いますが、この農地の利用についての今回の対応について農水大臣に伺います。金道郷農林水産大臣。補助金いわゆる返還を求めるかどうかというふうなことにつきましては、復興整備計画等が甚大な被害を被った住民や地域を支援をし、迅速に復興を図るためのものであるということをまず踏まえるというふうなことでございます。そういう中で従来投資された補助事業の目的等に照らして、当然返還すべきケースに該当するかなども勘案しながら、関係省庁とも連携を持って個別の案件に対して今後決めてまいりたいと思っております。小野寺一郎君。せっかく特区のこの事業で農地転用を図るということで、そこに市街地を作ろうと思って計画をしたら、今度はその農林水産省から補助金を返せと、この復興特区が言われ、復興本部が言われるような、そういうその非常にこう、不具合なことがないようにしっかり調整をしていただきたいと思います。それからもう一つ、実は今回、津波で震災したそういう市街地と水産加工場とか工場用地がありますが、ここにやっぱり復興するのもなかなか大変だと。ここまでひどく傷んでしまうと、この土地よりは例えば今度別な場所、少し離れた内陸の方に造成をした方が、むしろ費用対効果からしてもスピードからしてもいいんじゃないか、そちらの方に水産加工場なり工場を移転したい、こういう場合のこの造成費、この造成費をこの今回の事業の中で対応できるかどうかお伺いしたいと思います。平野国務大臣。対応できます。大変ありがとうございます。明快な答えで、それではもう一つ次にお伺いするんですが、今日厚労大臣おいでいただいております。実は災害救助法で今回、仮設住宅、ここで支援をいただいているんですが、実は意外と気づいていないのは、これだけ多くの仮設住宅があるとですね、そこの街路灯、あるいは浄化槽の電気代、あるいは浄化槽の補修、
こういうものに相当お金がかかります。で今回災害救助法で今これなかなかその明確に支援するって書いてないもんですから、これ自治体がこれ負担するってことになると、例えば気仙沼では3000世帯が活性住宅におります。これ10世帯20世帯なら市町村が対応できると思うんですが、これだけの大きな世帯数になると、その街路とかあるいは浄化槽とか保守管理とかだけでも相当の金額になります。今回の災害救助法でこのことが対応できるかどうかお伺いしたいと思います。小宮山厚生労働大臣。お尋ねのような費用は災害救助法はその仮設へ入るところまでなので、なかなか対応が難しいんですね。でじゃあどうすればいいかということですけれども、特別交付税を活用した復興基金、これで地域ごとに対応していただくようにしているというふうに聞いています。でこれは今各県でその復興基金を作る条例を制定をする方向で、それを制定していただくと、阪神淡路の時にもそういう形でやったということなんですけれども、特別交付税が12月にも交付されることが想定されているということなので、ここを使ってやっていただきたいということです。小野寺逸典君。復興交付金、それを使ってやっていただきたいというお話ですが、実はこういうところに多額の費用が出るということをぜひですね、しっかり見ていただきたいと思います。それから今日は中川文科大臣来ていただいています。先般はセンター試験、おかげさまで気仙沼会場でできるようになりまして、大変府警が喜んでおります。感謝を申し上げます。その中で一つお伺いしたいのは、実は今回津波で公共交通機関が相当やられ、 JR もほとんど走っていない、そして家族が被災して家族が移転して生徒が激減している私立学校があります。このままでいくと、この津波の震災によって私立学校、生徒が今でもしっかりいるんですが、ただ新しい学生が入ってこない、あるいはかなり転校していってしまっている、こういう状況についてのこの運営の補助ということを検討できないかと思うんですが、いかがでしょうか。文部科学大臣中川雅治君。結論から言うと、三次補正で、その手当をさせていただきました。で具体的にはですね、学納金の減収分、これを前提にして被災私立学校と復興特別交付金というのを新たに措置をいたしました。で、これが平成26年までの4カ年の基金ということになっていますので、かなり安定的継続的な教育環境が作れるということであります。対象は岩手県、宮城県、それから福島県の3県にということで、今年度からやっていきます。小野寺逸典。そういう制度があるのは知ってるんですが、心配なのは、実はその学納金の一部を負担ということは、学生がいるからその学生のその授業料の一部がこれで負担されると私理解してるんですが、学生自体が減ってしまっている、こういう場合の運営補助もこれで対応できるんでしょうか。文部科学大臣中川雅治君。予算措置上のですね、推計なんですが、現在4697人ほどが、そうした形で減っているというか、他所に移ってしまっているということが推定されるということになっております。で、それを前提にしてということですから、減った分の補填をするということであります。小野寺逸典君。ぜひおそらく来年の募集も相当数が減ってしまうと思います。その中で、私立学校の中でこれ公立であれば、十分自治体が支援をするんですが、私立がこのままでは学校が続けていけない、どうしても定員の例えば半分とかなってしまった場合にはいけないということになります。ここもですね、せっかくのその今の危機があるんですから、何年間のちゃんと津波震災から復旧するまで、仮設住宅から皆さん公営住宅行くまで、一度離れてしまった人たちがもう一度この被災地に戻ってくるまで何年間の間はですね、運営補助、そんなに学校数多いわけじゃないもんですから、そこにしっかりしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。文部科学大臣中川雅治君。そういうことを想定して、先ほど申し上げたとおり、とりあえず平成26年度までの4カ年の基金としていくということで、継続的に対応していきたいというふうに思っています。委員長。
小野寺いつのりくん、ぜひその危機の中で読み取れるというふうに理解をさせていただきますので、これからまたご相談をしたいと思っております。さてもう一つ、実は今回被災した自治体でこれから一番困っているのは人です。これだけたくさん被災をして、様々な事業をするに